え続いて、えー、これですね 64LST スーパーフィネスマスターという差まあね、さっきは AS で,ですよね、AS オールソリッドだったけど、この ST が何かって言ったら、ソリッドティップです。まあこれはね、あのー、トリックスターになかったわけですよね、トリックスターではオールソリッドはあったんだけど、ソリッドティップはなかった。まあソリッドティップっていうのはね、結局ここまでがチューブラーで、先っちょのこのソリッド ティッップがソリつぐ技術とかそのバランスとかがすごい難しいんですよだからねまあまあ前のトリックスターではちょっとや,やりたくなかった正直ね結構不具合が出ちゃうこともあるし変なセッティングだと超使いづらいんですよソリッドティップってだそこに対して挑戦したのがここ、うん、でね長さが64さっきからね、まあ、クオンのさおって基本的にフィネスの竿はあは、のー、5フィート10インチとか その辺ですごい短い竿が多いんですけど、6、4、ちょっと長めです。まあ何かっていうとね、分かるんですよ、長い竿が欲しい、ちょっと長い方がいい、まあ、特におかっぱりの人が多いかな、あとね、フィッシングスタイル、まあ、僕なんかの場合はオールソリッーでやっても、ビューンっていう強い合わせでかけちゃうから、ストローク、竿の長さによるストローク、これ、硬いとか柔らかいとかの問題じゃなくて、ストロークによるパワー。 まあねそのスタイルによってはねやっぱ64とかそんぐらいちょっと長めの方がやりやすいっていう人もいるわけフッキングパワーとかねかそこにそういう人に対して対応していくまああとねおかっぱりはそうだなあれだよあの手前に障害物があることあるよねボートだとまあ自分のねボートの周りに何も置かなければね遮るものはないんだけどおかっぱりだとどうしても遮るものとかがあったりして まあちょっと短い差だとやりづらいなってことも多々あるそこに対して作ったのがここですでテーパーはどう継ぎ目こうやってねただ漠然と曲げたのを見てつなぎ目はちなみにここなんですけどどうですかこれこうやってパッと見てると曲がってどっからソリッドが分かりづらいでしょ ってぐらいよくできてるでまあ用途としてはもうフィネス,スーパーフィネスマスターと言ってるぐらいなんでフィネス全般ですだからまあね短いところのその511の UL とかでやりたいようなスモラバやってもらっても構わないし、まあ、ジグエットワッキーネコリグやってもらっても構わないでね結構このソリッドがしなやかなソリッド使ってるんでまた結構ねプル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 ってシェイクしやすいんですよね だから結構ね、ダウンショットとか、ダウンショットでもね、あのー、短いダウンショットだったらいいんだけど、リーダーこんな取ったりもする、そういう時は短いそうで、やっぱ投げづらいっちゃ投げづらいですよね、あとスプリットショットだったりとか、ね、キャロライナーみたいな、そういうのも使えるし、結構そうだな、全般いける、うん、まあ、やっぱここはソリッドですよ、あソリッドティップですよ、だから本当、スラックシェイクもうまくできるから、 まあちょっとあの僕は、ちょっとその5フィード台ってちょっと使いづらいなって思ってる人はこの竿で対応してもらえれば、まあ、バッチリすごいよくできてる竿かなと思いますよ。うん